第26回全日本チャンピオン八巻健二。八巻は1995年選手生命を全てこの1年にかけようとしていた。極真会館本部恒例の冬季合宿、玄関の三峰山で八巻は誓った。第6回世界大会制覇、そして極真空手究極の苦行100人組手の達成をである。今年の3月には100人組手を投入します。これは大変辛い経験ですよ。体験としてはね、私も9年前ですね、入院やりましたけど、もう終わってね、そのまま即入院という形になりましたし、増田選手の時も、終わって、まあ、彼の場合は私よりもひどくてね、急性腎不全という形になってね、1ヶ月半入院しました。増田選手みたいに、まあ、ずっとこう何年代試合出ててずっと上位を占めてる、もう精神的にも非常に強いと。そうするともうどうしても100人組ってやるんだと、100人達成するんだという気持ちがね、体に勝ってこう気持ちで体を引っ張っていっちゃう。でそういう意味では彼は資質的なには十分に、ね、体格的にも技術的にも十分なものを持ってますから、まあ、きっと100人達成すると思いますけどね。第21回大会に続き、再び全日本王者に君臨した八巻健二。超ド級のパワーと圧倒的な破壊力を秘めた鋼鉄の肉体。しかし八巻は極真空手を通じ、故大山松達が提唱した武道精神を堅くななまでに追い求めてきた。戦うことは自らの弱さと向き合うことである。八巻にとって100人組手とは、極限の状況に身を置くことで自分自身を研鑽する戦場なのである。1995年3月18日、極真会館総本部道場。この日、東京は冷たい霧雨が降り続いていた。しかし、道場内は緊迫した熱い空気に満ちていた。八巻健二の100人組手、長い戦いが今始まった。
山木の動きは軽やかである。安定した足さばきで相手の攻撃のタイミングを外す。時折見せる豪快な大技。しかし彼の固い表情はこれから続く戦いに対する悲壮な決意を表していた。山木の威圧感の前に萎縮する若い挑戦者。山木は確実に自分のペースで戦いをリードしていく。力をセーブしつつ
着実な組手を心がける山木。しかし時折見せる躍動感あふれる攻撃に熱いどよめきが走る。山木の反撃になすすべもなく下がる挑戦者。山木のパワーに火がついた。山木の空手は正攻法を信条とする。足さばきを使った流麗な受けは師である広重支部長による教授の賜物だ。下段蹴りや前蹴りを中心とした質実剛健の組手、さらに胴回し回転蹴りやかかと落としといった大技をも武器とする。もちろん圧倒的なパワーが山木の組手に豪快さを与えていることは言うまでもない。
千鳥健二を筆頭とする城南支部の仲間たちが八巻の一挙手一投足を見守る。八巻の戦いは彼ら仲間たちにとっても熱き戦いなのである。全日本大会の上位をキープする若き実力者岡本徹がシャープな攻撃を繰り出す。この組手、八巻は初めて焦りに似た表情を覗かせた。30人目を迎え、八巻の顔には玉のような汗が噴き出し始めた。まだまだ動きには余裕がある。しかし
目に見えない疲労が徐々に山木の肉体を蝕みつつある。山木はそんな微妙な体調の変化を確かめるように一つ一つの技を出す。
35人を超えて、さらに山木の動きに鋭さが加わった。相手の出方を読み、絶妙のタイミングで技を返す山木。未だ攻撃力に衰えは見えない。だが相手の突きや蹴りを体に受ける回数が次第に増えてきた。挑戦者が繰り出す一発の技が確実に山木の肉体を痛めつけていく。流れる汗にまみれ、山木の目が一段と鋭くなってきた。
50人目の折り返し地点までこぎつけた。しかしここから本当の試練が始まるのである。¡Gracias!
ひときわ道場内の声援が高くなる。先輩の緑の応援、広重支部長の叱咤が飛ぶ。ダメージの嵐に吸い込まれそうになりながら、それでも山木は相手の攻撃を正面から受けて立つ。75人目。もはや体全体を縛りつける疲労感は隠すべくもない。それでも山木は攻撃の手を休めない。Thank you.
正念場が近づいてきた。すでに思うような反撃すらできなくなった山木、攻めよう攻めようとする自分の意識に反してすでに体はダメージの海に沈みつつあった。挑戦者の蹴りをまともにもらい続ける。今山木は正真正銘地獄の中にいた。やめろ！
父の声援もきっと山木の耳には届いていなかったに違いない。あと少し、あと少し、山木の熱い魂が叫び声を上げる。Come on!
100人組手達成者は長い極真空手史を振り返っても数名に過ぎない。多くの強豪が見果てぬ戦いに挑み涙を飲んだ。そして今八巻健二は100人組手を完遂した。命を懸けた苦行を成し遂げた八巻。しかし八巻の戦いは終わらない。世界の頂点を極めるまで八巻はまだまだ走り続けるに違いない。